ミリベラチャンネル。やっほー、ミリベラチャンネル。これでもあれよ、奈良じゃないよ、見て、カズラギさん、泉カズラギさんにやってきたー、イエーイ、泉カズラギさん、ね、ということで、はい、前回に引き続き富士ヒル対策会です。ありがたいことですね。富士ヒルクライムが6月にあるでしょう、はい、もうそれまではずっとこんなことばっかりしようっていうことで、あのヒルクライム強化月間、強化月間ですね、はい、で私はいいこと思いついたんですよ、はい、富士ヒルクライムって、うん、だから25キロぐらい走るんですよね、はい、標高で言ったら1200ぐらいアップするでしょ、うん、それ以上しんどいことをしとけば、うん、富士ヒルもなんなと登れるんじゃないかと。そうですね、やっぱりそういうことですよね、はい、何でもそうですけど 100% 出し切ろうと思ったら 120% でなんかこう練習とかしとかないと 100% 当日出せないと思うんですよ、はい、ということで今日は葛城山を登っているんです、はい、ほな葛城山ってじゃあなんものもんやねんって、まあ1本10キロ弱、うん、で標高もそんなさ1000いかないし、一本じゃね、行かないですね。行かないですね。それ対策になるんですか。富士ヒルぐらい登ろうと思ったら2本ぐらいですか。ああ、日本でも距離足れないけどね。ほら3本ぐらいですか。そうね。やったらもう7本登っとこうよってこと。いわゆる七活ですよね。七活ですわ。何でもそうなんですけどさ、はい、やっぱり一人で練習するのって辛いやん。私も富士ヒル走りますけど、皆さんも走りますやん。走る方もいますよね。いますやん。そういう人たちみんなで一緒に練習したらいいですやん、はい、思ったんです、はい、だから考えたんですけど、5月にね七活を走るイベントをしましょう、イエーイ、みんなで、みんなです。でも、もう七活やったことある人も、うん、あやってみたいと思ってた人も、うん、一緒にやろうよってことでね。そうです、そうです。ということでもう決めました、決まったんで今日これ告知ですね。す5月の19日、はい、日曜日に、はい、七活イベント開催、バイミニベラチャンネルサポートバイかな、あ、うん、七活って知ってます、そもそも知らない人のために一応説明しておきますと、はい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 、1日で、はい、桂木山っていう山って7ルートあるんですよね、はい、そうです、7ルートいろんなとこから登れるんですよ、はい、で頂上全部一緒でゴールがね、はい、でその7つのルートを1日で7本登るっていうのが七活らぎさんっていう、七活っていう、はい、獲得が全部で何歩ですか、4600ぐらいかな、総距離は130、うん、すごい、130、4600、1日でですよ、うん、やばくないですか、いや、行けるかな、いや、行けない人もいると思う、はい、でもこうどれぐらいまで行けるのかなぐらいの感じでチャレンジしてみてもらったらいいと思うんですよ、だから一応制限時間設けました、はい、そうね、そういうちょっと詳細はあの概要欄に貼っとくのでちゃんと見てください、ルールとかね、はい、あの参加条件とか書いてますのでご覧ください、はい、一応決まった制限時間内に7つのルートが、まあ、登りきれたら7月達成、イエーイってなるよね、はいはい、登れなくてももう途中でし、私しんどいからもう今日はここでやめときますって、はい、みんな一本行ってる間にちょっと休んでちょっと復活したらちょっと登ってみようかなとかするのもいいってことよね、うん、はい、そうです、そうです、そう、ね、登れたからといってなんかあの金メダルがもらえるとかないです、はい、登れたねぐらいですいやでも自信にはなると思うねんけど、はい、はい、まあ、今回だからサポートバイってことで参加費の中にいろいろ補給食だったりとか、はい、うん、なんかトラブルあったら駆けつけますよだったりとかいうサポートはちゃんと含まれている参加料金になってまして、はい、チャレンジしてみましょうかみたいなヒルクライム、はい、ヒルクライムなんですか、特訓イベント皆さんやりましょう、私もやったことないし、いや私もやったことない、そもそもね4600なんて獲得登ったことないんですよ、なあ、ないよね、登ったことないんですよ、うん、でとりあえずじゃあ桂木さんってどんなもんなんかなっていう一番きついルート、多分一番きついかな、うん、だからソブ、今の中岡ソブラかどっちかよな、ですよね、うん、で今一番きついであろうルートを一本登ってきたので、はい、ちょっとその中尾ルートっていうところを一回ちょっと見てみてください、こちらです、これね中尾ルート、なんであえての中尾なん、これが最大っていうのを知っとかんと、あ、やっぱり、まあまあまあそうですね、お客さんにも説明できひんしっていうので、はい、うんうんうん、一番とりあえずきついのがこんなもんよっていうのを一回お届けしてみ
ますね。はい、中をね、それを見てですね、はい、あ、参加しようかなとか参加やめとこうかなとかはこの一本を判断していただいて、はいはいはい、考えていただければと思います、はい、よろしくお願いします。一応プロフィール聞いておいていいです。はい、距離 8.9 キロ、はい、で平均斜度 8.2、はい、高いな。最大斜度聞いとく、うん、約 25% 強マジで。でもそれ一瞬だから続かないから、一瞬続かない、きつ。これだって最後に持ってくる方がきつくない？まあね、うん、まあ、ちょっととりあえず登ってみましょうか。登ってみよう、はい、登ってくるね。登ってみます。行ってきます。めっちゃ嫌。ちなみにね、あんて先週の人間で。そうよ、もうここ来たらなんかすごい高揚するよね、気持ちがね。地元です、だから地元。地元、そうやな。何年ぶりですか、葛城さん登るの。これだ、いやでもね、最近さ、はい、最近ちょいちょい行ってるから大阪側やけどね。登ってるんですけどね。こっちはね7年ぶり、中尾は7年ぶりちゃうかな。だってなんかね、あさ、うん、なんかこうどっかの山行くたびにさ、絶対葛城さんと比べるやん。比較対象がいつも葛城さん。富士山行った時もうわ葛城さんとどっちがでかいとか言ってなんで比べんのか葛城さんなんですかとか言って。一番近くでな、高い山ここしかないし、多分先週の人みんな葛城さん愛してるやん。あ、そうなんや、愛してると思うで。私もどっかの山といつも比べる時は地元の、どこ、若草山って今若草山とさ、どっちが綺麗とか引く。若草山と比べたらさとか言って。若草山、はい、見てこの鳥の声、ほい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 。景色はいいんですけどね。だってなんかすでに高いところにいそうな景色じゃないですか。ここだってすでにも多分ちょっと標高高いですね。高い高い、上がってきたね。スタートからもう高いな。うん、中は中をずっと書いてるね。そうよ、あんな風に。そうよ、よいしょよいしょ。だからスタートが間違えへんかったらいけんねんけどね。ねえ、今喋ってるけどさ、きついよ。さっきさ喋ってたの 16% あったからね、最初ね。言えへんかったけど、うん、今で 10% 結構きついよ、ずっと。どう言ったらいいですかね。 10% 超えてるんですよね、ずっとずっと。そうやな。でもある意味フェース配分としては1本目と2本目のきついのをさ、私なんて一緒に登るから、うん、そう、楽しくわちゃわちゃ登ってもろて、あんまりきついはきついけど、うん、まあなんか紛れるよね、一人で黙々と。多分ね、これあと7本みたいな考えるよりはマジかなって思うね。結構きついよ、12%。もう最初で足終わるかも。いや、そう、そうか。撮ってた。離れてる。いけるやん。これが普通の人の感覚ですよ。この人、あれ言っとくけど、この人 10% が平坦やと思ってる人やから、皆さん。なんて言ってるの、きっとマイクに入ってるんやけど。意外といけるんやって、勘違いしてあかんで。なんて言ってるの、この動画見て、意外といるんや、中尾って、って思った人。それは間違いです。なんか言ってる。全然聞こえへんで、なんてなんて。普通の人はこんなとこ、喋れへんから。はぁ、きっつ。なんて。マジで何て言って言うか分からん。しんど、ああ、怖っ。でもとりあえずシャドウがさ15は切れへんね、今のところ。ちょっとコンクリートになってから、はい、19.6、 20.1、21.9、 最大 21.9、 今のところ。あー、しんどい。
サードがきつい。よいしょ。道が悪い。よいしょ。よいしょ。よいしょ。すごっ、ここすごっ。あっ、中をくりくるくるっていうか、もう普通に一本道しかないけどね。もうさ、そのまま突進していく人がいるんちゃう？どこ？あ、流行ってるしな、グラベルがね。流行ってるから行っちゃう、行っちゃうんちゃう。ちゃんと回ってねって案内をしないと突進する人がいるんですよ、イノシシのように。ショトツ猛進やったっけ？ちょっとす、ちょっとす。まっすぐ前しか進むことができないんですって、ね、曲がれないんです。いやでもここまで来るとさ、うん、シャドウ緩くない？あ、ここちょっと緩い。え、なん12ってなってますけどね。緩く感じる。12が緩いってあります？でも確かにこんだけ 10% ずっと続いてると、うんうん、10% 切るとちょっと緩く感じるから。え、だって下ってるで。ちょっと下ってないわ。ちょっと見て、こっから見て、ちょっと下ってない。一瞬下ってんの？おちょ、あ、ここ辺やったかな。ここですか？あの、うん、見た目やばいんですけど。見た目はすごいよね。え、何が下りなの？嘘やん、ただの。大嘘つきやん。もうギアないし。せやな。いやでもそんな、なんか劇坂がさ、その緩く見えるコツないんですか？劇坂ばっかり走っといたらいいんじゃん。で、伝授してくださいよ。え、伝授。いやだから劇坂ばっかり走っといたらいいじゃん。ただ単に、うん、そう。ねえ、に聞いて私がアホやった。あとは暗い時に行くかやな。シャドウ分かれへんから。なるほどね、気紛れてね。そうそう、視覚的情報が少ないと。せやねん、せやねん。勘違いしやすいから。なんかでもここシャドウきつそうやけどさ。もうずっときついって。そう、そこまでやで、絶対。なんかこことかじゃなくてさ、聞いてる、うん、だって 12% やし。なあ、なんか分岐 T 字路で左。 T 字路あんの？いや、ただの農道やと思うねんけどね。ここ取っといたら。あ、いける。これは行く人おれへんと思うし。いや、そうね、まっすぐ行く人いるかもよ。え、うわ、がれてんな。ちょ、すごない？いや、怖っ。ブレーチング怖い。あー、うん、取られそうよね。あれちょっと注意ポイントやね。ほんまやな、ここやな、ここかな。いや、でも、うわ、怖っ。涼しい。
ね。終わるよ終わるよ。たどきついの終わるよ。終わるな。ふるふる。マジで一本で十分。一本で十分ですね。一括にしません。一本って。もうほら。一括イベントしよう。なんて？一括レイアンと TT 対決。なんでやねん。一括頑張ればいいやん。はあ、いやほんまにそれぐらい満足できるコースってことです。何のためにイベントするんですかやで。はいはい、7本登って7勝つやん。はいはい、ちょっと休んだら走りたくなるよ。自分で BGM 入れときますね。お亡くなりになりました。なんでギャオス敗退みたいな。早いって。せめてせめてさ、はい、4本いっとこよ。4本。いやだ、 いけるって。ちょっとだからさ、あの自信ない人はさ、自信ない人は私もですけど、ちょっと高めの標高を登っときますね、それまでに。あ、だから今までさ、はい、私獲得なんて2600が最大かな。3000とかも登ったことないから。いいやん、一気に4600までいけるで。それが、それをして自分がどういう状態なのかが未知の世界やから。せやね。もしそれがほんまにさ、本当に4000とか登るの初めての人がいっぱいいるんやったら、危ないからさ。皆さんちょっとだからイベント前にがっつり2000アップぐらいはしといた方がいいかもね。でもほらもうシャドウきつくないやん。16やけど。さっきのこと考えたらマシじゃない。よう見てはるわ。見やへんかったらいい。あ、もうすぐちゃう。カーブのために思うよな。終わり。あ、まだあるわ。まだまだあるわ。ね、まだね、合流してから。これは何。まだここやったわ。は、合流して駐車場あって、ここゴール。行こっか。あと半分。行こっか。ちょ、マジで下ったり登ったりするから。はい、行くよ。もうさ、登ってるかな。あと尾根のとこ走る。尾根というかね、あ、尾根トラップ。山がさ、尾根トラップですね。そう、山が分厚いからさ。いや、尾根は私トラップやと思ってるんで。もうだからこういうさ、山頂付近のところってもう登るとこないでしょ。だから終わりですよ。もうすぐ尾根トラップですね。横ばいにずーっとこうやって続いていく。いける。 あの山の上らへんちゃうかな。高いやんけ、ほら。うん、せやねん。ハイランドパークそこらへんやろ。終わりです。なあ、終わらんな、終わらんなって言ってた。終わったわ。やっと終わりや。あれが見えたら、この看板と突き当たりの桂木さんの看板見えたら左やね。ここまで来たらもうって言っていいですよ。あ、もうやで。もうここまで来たらいいですけど。あと200メートル。さっきのはやばいですね。いやね。この世紀最長のもうすぐでしたね。ゴール。自分のボルゲージ表が欲しい。今あなたの足は残り何パー？何パーですとかね。着いた着いた。ここでゴール。久しぶりやな。ごめん。ここに着いた。到着。はい、戻ってきました。中尾、これがまあまあ一番きついかなルートですよ、ね、みたいなルートなんで。シャド的にきつかった。シャド的にめっちゃきつかった。ギャオスはどうやった。
え、だからもう私ほんまにペース配分考えないと今のでもう2割使ったんで 100% あるうちの2割使ったんでこのままのペースでいくともう5本で終わります。7本一応これが7活のルートです、はい、で最初の2本今の中尾と、はい、ソブラ大阪側のちょっとシャドウが 15% ぐらいが結構続くところがあるのでそこの2本は一緒にみんなで行こうかみたいな感じで、はい、でその後は、うん、はい、振り分けは午前はこの何本か何本かから選んでね、はい、午後はこの何本かから自分で、はい、まあ、作戦立てて、はいはい、シャドウの緩いとこから行くのか、うん、もうきついとこ全部終わらせるのかっていう感じで決めてもろて、はい、え、トータル4600でしょ、うん、なんかある、うん、7月って上級者のイベントなん で、ね、はい、一応参加条件的なことは概要欄に書いておくんですけど、はい、これまでにその選手が登ってないことない人はちょっと厳しいと思うんでちょっとそれまでに自分が獲得どれぐらい登れるのかなぐらいの、うん、ちょっとヒルクライムの練習はしといた方がいいかもしれないですね、はい、でもまあちょっとだけヒルクライムの日をちょっと増やしてもらって、はい、いつもよりね、はい、ただ前日ヘロヘロで来ないでください前日にもう足使い終わりましたみたいな状態では参加しないようにしてください、はい、一応怪我なく安全に、はい、で富士ヒルに最終目標富士ヒルに出ることがあるまでに怪我したらもう終わりなんで、ね、はいはい、怪我なく安全にあのイベント楽しく走れる状態で当日は来てください、はい、はい、お願いします、はい、で申し込みなんですけど今日この動画が終わった後に申し込みがスタートするので、はい、申し込みは概要欄のページの申し込みページからお申し込みをお願いします。あの7本全部登らなくてももちろんいいし、うんうんうん、1本だけ全技力で頑張りに登りに行きますもありです、うん、その後はもうあの頂上で私と一緒にスタッフします。私と一緒におかしいやん私も早々にリタイアする予定なんでそうね、はい、そういうのもありね、気軽にリタイアしてください、うん、はいはい、リタイアも全然あり、しんどい時はやめたらいいし、そうです、でまだ走りたくなったら一緒に走ってもらったらええんで、はい、そうやな、はい、皆さんのご応募お待ちしております。お待ちしておりますますでチャンネル登録と高評価もよろしくね。お願いします。桂木さんで待ってるよ。待ってます。バイバイ。今日は1本で帰るよ。帰るの？もう1本する？今日は1本で帰る。ソーブラ行く？今日交差すごいんで。あ、バイバイ。